白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。実はロナート卿が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。ロナート卿は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセイロス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。万一のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるでしょう。そういえばお主、この部屋で何度か話しかけたのに、わしのことを無視しおったな。ことと次第によっては許さぬぞ。せいぜい精進せよ。よいな。ここは素晴らしい美術品の宝庫ですね。毎日見てても見飽きませんよ。ここが建てられたのは1000年も前なんです。当時の美術様式を見られるのは貴重ですよ。はい、とても。実家が商家で美術品を見る機会に恵まれていたものですから。セイロス聖教会に刃を向けるということは、主なる女神に刃を向けるのと同じこと。罪深き者には相応の報いを。それが私たち主に仕える者の使命です。あなたも聖教会に属する者としてよく心得ておいてください。挙兵ね。どうして貴族は争い事が好きなのかしら。帝国でも王国でも同盟でも、内乱やら後継者争いやら、毎年のようにどこかで血が流れているわ。ほんと嫌な話。私のお願い聞いてくれるかしら。お礼をしなくちゃね、先生。
さな、ガスパール城か。数年前に一度行ったような、城主の息子の依頼かなんかで、確かクリストフとかいう名だったな。よう、頼みがあるんだが。すまねえな、助かった。聞きましたよ先生、カトリーヌ殿と共に外に出られるとか。彼女は騎士の中でも英雄の遺産を扱える聖騎士、いやいや正確に何はありますがね。噂通り真面目なんだね。その答え自体が真面目だよ。ほう、カトリーヌか。その卓越した技、手にした剣、どうやら素性を隠す気など欠片もないようだな。お前も彼女に訓練の相手をしてもらえ。彼女は強い、ともすればお前よりもな。何やらきな臭い出来事ですな。なぜ王国の少領主が勝てるはずもない教団相手に挙兵などしたのか。ロナート卿、勝てないと分かっていても戦わねば気が済まないのでしょう。私は戦いが避けられないのであれば勝てる状況を整えてみせるわ。先生、何か食い物持ってねえか。お腹空いちまってよ。食っても食ってもちょっと鍛錬するとすぐにお腹が減っちまうんだよ。腕の筋肉育ち盛りなんだな、きっと。おお、お手が落としたやつだ。届けてくれてありがとな。Thank you.
ライセスには教団にとって非常に重要な儀式が催される。儀式のためすでにフォドラの各地から巡礼者たちが集い始めているし、こういった騒ぎの芽は早いうちに摘んでおかねばならん。果たして誰育てているでしょう。あら、ねえ先生、温室の中のお花は外へ出すと枯れてしまうのですわよね。なんだか身につまされる話ですわ。やはりどこでも健やかに咲く花の方が魅力的なのでしょうか。外の空気を吸ってきただけだ。つまらん休め。頼みがある。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。カトリーヌ様とはお話しされましたか？精鋭揃いの騎士団の中でも特にお強いとか。しかもあの武器すごいらしいですよ。先生、ん？先生、服がちょっと汚れてるじゃないですか。先生だって女の子なんですから、もっとちゃんとした方がいいですよ。私は服が汚れるのとか嫌なので、訓練もほどほどでお願いしますね。いや、要件を聞こうか。ギルドには各国から騎士団が集まっていて、中には教団所属でない者たちもいる。俺たちにも雇用が許されているから、後でギルドに顔を出して確かめてみるといい。騎士団の者たちも戦っていれば当然消耗していく。そんな時には市場にある騎士団ギルドを訪れて消耗した戦力を補充するといい。ガスパール城へ向かうにはマグドレド街道を抜けることになる。あの街道は昔から綺麗な景色で有名な場所なんだ。
時期によっては霧が深くてな、景色を楽しむどころじゃないんだが、今の時期なら霧も出ていないはずだ。まあ観光する余裕はないだろうな。こんにちは。ここに何かご用でしょうか。あ、馬お好きなんですか。私も馬は優しいので。そうだ、たとえ勝機がなくとも剣を取り戦わねばならない局面があるのは確かだ。だが今回の剣はあまりにも。ロナート卿はそこまで愚かな方ではない。彼に放棄を決意させるに足る協力者でもいれば話は別だがな。ああ、いや、単なる思いつきだ。ただ妙なきな臭さがあるのは確かだな。事後処理とはいえ万一ということもある。準備はきちんと整えておこう。先生、そうだな、殿下はお強い。だがどれほど腕が立っても前線に立てば万一ということもある。あの方はファーガスにとって決して失ってはならないお方だ。教団は本当にそれを分かっているのだろうか。そうだな、事後処理とはいえ万一ということもある。準備はきちんと整えておこう。先生、ああ先生、助かった。探していたんだ。しかしよく俺のものだと分かったな。挙兵で領民を危険にさらすだ。貴族にあるまじき愚行だな。平民が不自由なく暮らせるよう計らうのが貴族の責。そうは思わないかね。だろう。故にこそ貴族は平民からの敬意を受けられるのだからな。ええ、さっきカトリーヌ様に稽古をつけてもらったんです。あの方くらい強くなるにはどれくらい訓練したらいいんだろうな。先生、先生、フェリックスのやつを見ませんでした？昔から目を離すとすぐいなくなるんですよ。ま、そんなことだろうと思った。すいません先生、助かります。失礼だな。そういえばロナート卿は若い頃ファンガス王の兄に仕えたこともあるとかなんとか、地位も名誉もあっただろうに、
なんでまた挙兵なんて考えたんだかね。ま、一介の騎士に過ぎない俺には関係のない話か。先生、カスパルのご飯の食べ方知ってます？早食いなんてもんじゃない。一皿につき数秒くらいで飲み込むんですよ。本当ですよ。まあもう面倒なんで注意しませんけど。今日も飯がうまいぜ。お、先生か。聞いてくれよ、リンハルトが早食いすんなってうるさくてさ。そうだよな、やっぱ分かってるぜあんた。間違いなく俺のもんだ。助かったぜ。ありがとな先生。少しいいか。最近フレンを口説く者がまた現れ始めたと聞いている。そのような場面を見かけてはいないだろうな。もし次に見かけたら命の危険を伝えてやるといい。そうだな、マヌエラ君のだらしなさを知っているかね。我が輩には到底受け入れられない。借りた本を戻すとき元の場所に返さないどころか上下逆でも気にしないのだ。床に落とした食べ物も3秒までなら大丈夫だとという謎の理論に至っては。我が輩としたことが落としていたとは。救難感謝するぞ。少領主が挙兵したんだってな。賞賛もないだろうに。何がしたいんだか。先生も討伐に参加するんだろう。楽勝だろうが一応分を祈っとくよ。やれやれ、先生の学級の課題聞いたぞ。しっかり悪逆貴族の討伐を手伝ってくれたまえ。へえ、いつか師匠みたいな一流の傭兵になるんだ。ここでしっかりと学んでね。先生は私に素質があると思う？たくさん稼げる傭兵になりたいんだけど。金持ちになりたいってわけじゃないんだけどね。これ私が落としたやつじゃないか。助かった。恩に着るよ。ありがとうございます先生。
必ずいつか捕まえてみせるんだから。あ、それなくして困ってたんです。どうして私のだって分かったんですか。ロナート様の噂は聞いたことがあるわ。とっても優しくて穏やかな上司様だって。そんな優しい上司様がどうしていきなり挙兵なんてしたのかしら。あ、ところで先生、昨日も遅くまでお仕事をしていたでしょう。無理は良くないわ。あんまり遅くまで起きている人のところには井戸の底から幽霊が。なんちゃって。お願いがあるのだけど。先生、セイロス騎士団と一緒に活動するんですか。素敵な人がいたら教えてくださいね。なぜ殿下がダスカー人などをそばに置くのか私には理解できません。4年前彼らは王を侵略し、随伴していた罪のない兵士や騎士をも皆殺しにした。たとえ殿下が彼らを許しても私は彼らを許したりはしない。決して。そういえばこの大修道院、敷地が広すぎませんか。どこへ行くにも遠いし迷子になりそう。いえ、迷子にはなりませんけどね。私子供じゃないので。先生、これはきっと何かの間違いなんです。まさかロナート様が挙兵したなんて。ロナート様は僕にさえ何も言ってくださらなかったのに。聞きたまえ。そうね、ロナート教とは面識がありましてね。昔はたびたび大修道院にいらしていたのです。もともとあのお方は大変敬虔な信徒だったのですが、本当に残念です。何があのお方を変えてしまったのでしょうね。この先にはセイロス教の聖人たちが眠る聖廟があるのだ。残念ながら教団の限られた者しか入ることはできん。一年に一度女神最短の儀が行われる日だけは自由に出入りできるがな。待ちたまえ。ねえ、
武勇名高い雷帝のカトリーヌさんとご一緒できるとは光栄ですね。知らないのか、これが雷帝、英雄の遺産の一つだ。遥か昔、女神より力を授かりし10人の英雄、その子孫に伝わる聖なる武具さ。つっても今回は雷帝を振るう機会はない。私らの任務は事後処理だからね。ドナート様はどうしてこんな無謀な反乱を起こしたんでしょうか。それはあんたの方が詳しいんじゃないのかい、アッシュ。わからないんです、ロナート様は僕に何も話してくださらなかった。きっとロナート卿はアッシュを自らの復讐に巻き込みたくなかったのだろう。なあ、あんたはダスカーの悲劇を知ってるか。4年前、ファーガス神聖王国の国王がダスカー人に殺された事件なんだが。構いませんよ、カトリーヌさん、続けてください。ロナート卿のせがれクリストフはその事件に関与した角で教団に処刑されている。教団からすりゃ混乱する王国の代わりに教義にのっとって裁いたに過ぎんさ。事件の真相がどうあれ、それ以来ロナート卿は教団に恨みを抱いてんだろ。いや、正確に言うと恨んでるのは教団と、教団にクリストフを突き出した。報告、敵が接近中です。避けられません。敵の兵力が予想以上に多く、霧のせいで騎士団の包囲をすり抜けてきます。おっと、任務変更だ。総員、戦闘準備にかかれ。こう霧が濃くちゃ、どこにどれだけ敵がいるんだか把握できないね。霧の中から敵が囲まれたか。けど厚く包囲できる兵力はないはずさ。分散した敵をかっこ撃破して包囲を切り崩すよ。霧の中から歓声が。すでに騎士団が戦闘を始めているようだな。みんな不用意に突っ込むなよ。視界に入った敵から確実に潰してくんだ。はい、頑張ります。行けますよ。切り込むか。どうする。出るぞ。うん、行けます。ええ、行けるわ。ロナート様の悲しみと怒り、オラたちの手で晴らすんだ。まさか町のみんなまで戦場に。ロナート様はどうしてこんな。死なせてたまるか。
どう？チャラい。ロナート様には近づかせぬ。えい。はWe'll be right back.
カサンドラ、雷獄のカサンドラ、我が息子を裏切った狂信者め。私の名はカトリーヌだ。メガネがしもべたるセイロス騎士団の剣、その身で味わいな。霧は晴れても我が息子の無念は晴れぬ。腐った中央教会に主の裁きを。様、どうか生き延びて、オラたちの分まで。すまない。こんなことが許されてたまるものか。はい。見えた。
アッシュ、そこをどくのだ。わしはアッキどもを撃たねばならん。必ず。ドナート様、もうおやめください。なぜこんな無謀な振る舞いを。レアは民を欺き、主を冒涜する背信の徒だ。大義は我らにあり、主の加護も我らにある。だからってこんなことは間違っています。町の人たちまで動員するなんて。ならば遠慮なく刃をわしに向けよ。わしはもう後には引けぬのだ。はっ、うん、それ、うん、あなたと剣を交えることになろうと。ロナート卿、貴公の皮膚察するにあまりある。貴公を撃つのは本意ではないが、すまない。殿下、我が子のため、民のため、私はここで止まるわけにはいかぬのです。道を開けられぬと仰せならば押し通るしか。このわしが。あんたは正義をすっかり見失っちまったんだな。せめて私の手で送ってやるよ、主の身元へね。メギツネにたぶらかされているのか。わしが真実を知らしめてやるしかない。よし、ロナート教との因縁、こんな形で決着を見るとはな。みんなお疲れさん。各自兵をまとめておいてくれ。どうしてこんな。ロナート様は優しい方だったのに、町のみんなもいい人ばかりで、僕はそんなみんなを殺してしまった。こうするしかなかった。それは分かっているんです。だけど無理をするな、アッシュ。ご心配をおかけしてすみません。僕ちょっと町の様子を見てきます。弟たちが無事でいればいいけど。俺も民を手にかけたのは初めてだ。彼らを守るのが俺の責務だというのにな。彼らは騎士でも兵士でもない。殺すべき相手ではなかった。いや、すまない。先生を責めるのは筋が違うよな。
ああしなければより多くの民が命を落とすことになったかもしれない。分かっているんだ、頭では。それでもなあ先生、いつの時代の為政者も大義のため踏みにじった命に報いるために戦うと嘘吹く。だが大義の二文字を掲げさえすれば何を踏みにじっても許されるのか。ロナート卿は私欲のためでなく己の奉ずる正義のために剣を取ったに過ぎない。こうして彼らを切って捨てずとも何か別の方法で理解し合えたのではないかと、俺はそう思わずにはいられない。お前は綺麗事だと笑うかもしれないがな。話してるとこ悪い。今回の事件意外に根が深いかもな。ロナート卿の所持品にこんなものがあった。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。差出人は分からんし信憑性も疑わしいが、捨ておくには内容が不穏すぎるだろう。帰ってレア様に報告だ。何事もなきゃいいがね。よく無事に戻りました。これも主のご加護の賜物。いえ、加護だけではないのでしょう。あなたは私が期待した通りの逸材です。そうでしょうか。生徒の中には民兵と戦うのを躊躇した者もいたそうですね。民といえど他の信徒に危害を加えかねない罪深き者には罰を下さねばなりません。愚かにも天に刃を向けた者の末路、生徒たちも理解できたことでしょう。さて問題はカトリーヌから報告のあったロナート卿の密書の件だ。密書には女神最短の儀に合わせて大司教を襲うという許しがたい計画が記されていた。実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。そこで儀式当日には生徒諸君にも警備に協力してもらいたいと考えている。心強い言葉、感謝します。最短の儀はセイロス教の主たる女神の降臨を願う非常に重要な儀式だ。大司教や私は儀式が始まれば女神の塔にこもりきりになるだろう。無論騎士団にも限界態勢で臨ませるが、隅々目を光らせるには人手が不足している。生徒まで動員するのは本意ではないが、背に腹は変えられないというわけだ。私の身は案ずるに及びませんが、信仰を冒涜する輩を感化することはできません。何も起こらなければそれでいい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。以上だ。